公民コンクール表彰式を開会いたします。賞状最優秀賞第一のミニトマトジュース3パレット、あなたは平成27年度茨城県農産加工品コンクールにおいて当初の成績を収めたのでこれを賞します。はい、どうもおめでとうございます。優良賞農業総合センター長賞糖は足りてますね。この秋いろいろありまして、地方都市の水害なんかもありまして、本当にいろんな人に励まされここまでやってきたので、すごく、いろんな人に感謝しながら、この受賞を喜びたいと思います。これはもう完全に品種そのままなんですよ。無塩無添加のジュースになってまして、その品種の味、風味そのまま出てます。ですから添加物一切使用してませんので、健康的な商品としても売り出していけたらなと思います。ギフトとして取り扱っていただきたい。それからターゲットとしては健康志向の方、あと若い女性の方、そういった方に贈り物としてプレゼントされたらなと思います。